半白菊、または、ノースポール菊は、菊科フランス菊属の反対感性多年層である。しかし、高温多湿に極端に弱いため、日本では一年層として扱われている。和名の由来は、花付けがよく株全体を真っ白に覆うように見える、ところが北極を連想させることによる。ノースポールは、サカ田の種の商品名であるが、種苗登録などはされていないため、 一般名として定着している。旧学名、またはシノニムのクリサンセマムパルドスムと表記されることもある。草丈は15センチメートルから25センチメートルほど。外性でよく分子する。まだ寒い12月頃から翌年6月までの長期間、マーガレットによく似た白い花をつける。真の環状花は黄色。原産地はアフリカのアルジェリア周辺内市はヨーロッパ。 地中海沿岸に広く分布している。日本へは1960年代に入って輸入された。比較的強権で、こぼれ種でもよく増え、雑草混じりの場所などでもよく育つ。しかし、市販品の種から育てるときは、種の数が少ないので、朝鉢に巻き、複土しないか、種が隠れる程度に複土して、鉢底から吸水させる方が良い。巻き時は、 東京付近で9月中旬から10月上旬、日のよく当たる場所を好み、乾き気味に管理する。過失は根腐れの原因となる。日本では6月頃までよく咲くが、暑くなると急速に枯れてしまう。パンジーやビオラなどとともに、春先から初夏までの庭を彩る主役を務める。特に、性質のよく似た植物で、 木花のクリサンセマムムルチコーレと一緒に植えると、コントラストが美しい。日本放送協会のラジオ番組、ラジオ深夜便では、日本の季節に合わせてこのカンシロギクの花を2月22日の誕生日の花とし、その花言葉を清純としている。ありがとうございます。